今日は冷えるな。私は魔法使いのバレリア。かつては国を助けた英雄と呼ばれたが、今は訳あって森の奥で一人暮らしている。魔物が暴れてるな。あれはゴブリンか。いえ、誰だ。すみません、助けてください。仕方ないな。ほら、終わったぞ。ありがとうございます。あの、僕コリンって言います。お姉さんすごく強いですね。いや、あんな小物見習いでも倒せるぞ。ん？その格好、さてはお前も魔法使いか。はい、でも僕魔法が全然ダメで。それでこんなところで何してた。いや、村の女の子が可愛がってるウサギがこっちに逃げちゃって、それを探してたら。はあ？だってその子すごい寂しそうで、僕魔法ダメダメだけど少しでも役に立ちたくて。情けない魔法使いだな。ほら、もう魔物はいないぞ。さっさと帰れ。でもお姉さんはなんでこんなところに。そんなのお前には関係ないだろう。でもこんな山奥で女性一人なんて危ないですよ。魔物も出るし。見ただろ、あんなのなんてことないわ。あ、それじゃ何か必要なものあれば村から持って。構うな、私と一緒にいたらお前も国を追われるぞ。どういうこと。あなたみたいな強い魔法使いは国に必要じゃ。私は強すぎたんだ。私は過去に魔法で国を救ったことがある。でも平和が訪れた途端、人々は私の魔力を恐れた。そして私を国から追い出したんだ。そんな。ほら、だからもうここには近づくな。あの、じゃあ最後にお名前だけでも。バレリアだ。まあ二度と会うことはないだろうがな。バレリアさん、助けてくれてありがとうございました。数日後、誰だ。バレリアさん、こないだ助けてもらったコリンです。もう来るなと言っただろう。いや、また魔物に追いかけられちゃって。嘘つくな。だとしたらお前が無事なはずないんだから。バレました。実は魔法を教えてほしくて。はあ、ふざけるな。なんでお前に。そんなこと言わないで。ほら、これお土産です。おいしいですよ。まったく。じゃあちょっとそこの大鍋に火をつけてみろ。はあ、全然ダメじゃないか。これは猛特訓が必要だな。また数日後。バレリアさん。ああ、またか。バレリアさん、ありがとう。なんだ、離れろ。教えてもらった魔法で村に現れたゴブリンといい勝負ができて、これお礼です。勝てはしなかったんだな。はいはい、じゃあ用が済んだなら帰りな。今日も魔法を教えてくださいよ。才能のない奴に教えてもな。そんなこと言って、こないだすごい楽しそうでしたよ。そんなわけないだろう。僕バレリアさんに憧れてるんです。お願いします。しょうがないな、少しだけだぞ。ありがとうございます。こうして私は村からやってくるコリンに魔法を教えるようになった。コリンのやつ、こんな夜中に。お前今何時だと。バレリアだな。誰だ貴様ら。王国から派遣されたものだ。先日お前の処刑が決まった。生きてるだけで脅威だからな。そんな、あいつらどこまで。お前にはここで消えてもらう。甘く乱れたものだな、お前らなど一瞬で。どういうことだ、魔法が。この森は最新の科学によって魔力が使えないようにした。何？魔法が使えなければお前もただの非力な女だ。じゃあな、かつての英雄。どうしたんだ。バレリアさん、大丈夫ですか。コリン。なんだ貴様。お前どうして。怪しい奴らが森に入ってくのを見かけて心配になって。そうか、っていうかお前こいつらを一瞬で。いやー、僕魔法がダメダメな分無駄に腕っぷしだけ強くて、まあ魔法使いとしては意味ないんですけどね。なんだそれ。てか大丈夫ですか、怪我してません。ああ問題ない。よかった。ありがとうコリン。今お礼言いました。バレリアさんが僕に。うるさい。ほら、あいつら倒したんだからもう村に帰れ。兵士がまた来たらどうするんですか。だから僕ずっとここにいますよ。あ、朝までいる気か。そうじゃなくて、これからずっと毎日ここにいてあなたを守りたいです。ダメですか。コリン、お前は何を言って。二人で一緒に暮らしませんか。勝手にしろ。やった。